はい、皆さんどうもこんばんは、ゆのと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけど、ね、子供の方でね、遊んでいきたいと思います。おしまいだね。ああ8月の後に9月が来ると夏が本当に終わりっていう気がするです。なんか別にあんまり考えたことないかも。なんか暑いか暑くないかもしれない。今年の夏は楽しかった。楽しかった。ああ、まあ、楽しかったよ。まあまあかな。楽しくなかった。これでさ、逆にさ、楽しくなかったって答えたらどうなるんだろうね。いや、言いづらいよな。仮に楽しくなかったと仮定しても。え、顔見えてんの？なんでだ？楽しいな、お顔はした。ああ、ありがとう。多分顔見えてないだろうけど、どうもありがとう。ふーたちは、おかげさまで。うん、あ、ほんと。よかったね。何事じゃないか。いや、これさ、全然クソつまんなかったんだよね、とか言ったら悲しいもんね。体に毛がいっぱいだから、うん、暑いのは大変だったけど、ね。ああ、そういうことさ、太陽光とさ、直に皆さん当たっちゃうからさ、さあれ、歩き方の方がいいような気がするけど、そんなことないか。だから、坊主の人とかさ、終わりじゃん。その帽子かぶんないと、外にずっといたらやっぱ危ないから、そんなイメージは、まあでもありすぎか。それで言うと多いか。3人で、切れば、ダメなのかな。すごい秋ってなんだろう、ね。いや、まあ、今、しょぼい秋よりもいいかもしれないよ。よかったね。いいことじゃないか。よかったな。おめでとう。おめでとう。話ね、これいっぱい聞いたらね、次の月に、あ、次の月にってか、なんか、お洋服のお安く買えるっていうね。そういうとごめん、あのね、前回の動画、1個前の動画、これの、あれがね、ちょっとね、エンディングがちょっと長かったと思うんだけど、あれね、理由があって、シンプルに自分の、編集の腕前の問題なんだけど、本当はちょっとカットしたい部分があったんだけど、ちょっとなんか微妙な時間で夜にちょっとカットができなくってあんな感じになっちゃったんだけど、ごめんね。あんな映じゃなかった自分も。釣れた？おめでとう。なんか新しいさ、魚をさ、釣れるようにそうそうなると思うんだよ。って思ってたんだけど、よくよく考えたらこのさ、お魚ハンターレベルってあるじゃん。これ上げないと、レベル上げないとなんかサイズかな？なんかわかんないけど、釣れる魚がね、増えないのわかってるから、釣らないとね。そう、大体なんか同じことばっかりやっちゃうから、何しようと思ってて、そう、魚ね、コンプしてやりたいなと思ってて。意外とレベル上がんないな、これ。時間かかるぞ。やばいな。頑張れ。思いっきりなんか振り上げてくれ。そしたら頑張ったら釣れるよ、きっとでかいの。とりあえず一種類ずつ行ってるけど。久しぶりだな、すげえ。けど、全然、簡単でよかった。いけるよ、任せて。いけるよ、全然任せてくれよ。やばいよ。やったです。どう？てか、金の、なんか、シリーズすごくない？金のメダカ、金のメダカとさ、別にメダカじゃなくてもいいけど、金シリーズすごい。あ、出た。そうそう、レベルがアップしたから、でかい魚が釣れる。よかったね。いいことじゃないか。釣れてくれ、頼む。けど、思ってないね。ただ、これさ、2分1なんだが、2分1か、どうなんだろうな。ある程度、もうちょっとレベル上げないと、もう一個釣れないのかな。釣りの腕前だけで全然いけると思うんだよな。金の、えい。へぇー。すごいな。だって5だもんね、王様が。そりゃそうだよな。けそう考えたらやっぱあれか、レアリティが高い方がレベル上がりやすいのかな。まあでも一回ね、一種類ずつ釣って、なんか新しいの釣れたらいいな。コンプしたらなんかあんのかな。それで言うと、何もないのかな。やったーって書いてる。おめでとう。よかったね。何がやったーだったんだろう。あ、釣れたからってことか。びっくりした。一瞬なんか釣れてないで釣れたのかなと思って喜んでたら全然違かったわ。こっちは。左側2番目。なんかさ、勝手にさ、順番に並んでると思ってたけどな。意外とそんなことないね。あ、やばい、頑張れ。いけるよ。頑張れ。いけるよ。我々釣れるよ。来い。はー。このさ、ベスト記録があるやつってさ、絶対一回釣ってるわけだからさ、もうこれ見た瞬間、うーんってなる。やばいなぁ。釣れないのかなぁ。頑張ったらいけそうだけどなぁ。頑張れ。いけるよ。我々レベル上がったんだから。頑張れ、いける。釣れるんだ。頑張れ、ええへん、急に。あ、おいおい、やった、ニュー来た。よし。終わるか。次行こう。よかったね、新しいの釣れて。だから4になったら他の餌でもなんか釣れるようになるのかな。1レベル、なんか、1つの餌しかあれなのかな、無理なのかな。どういうあれなんだろうな。よく、あ、めちゃめちゃ腹ペコじゃねえか。ごめんな、お友達。お友？モンハンみたいになってんな。ごめん、ごめん。さあ。今日こそ1000点満点に行きたいです。よろしくお願いします。いや、ほんとお願い。ガチなの。毎回頑張ってるんだから、けどね。今、1000点満点じゃないと全部ね、もうね、苦手なやつだけなんだよな。正直な話。頑張りいける。そう、ここが得意なんだよ。任せ、連打は別にいいわ。疲れるだけだから。もうとにかく必死でバーってやればいいから。そう、これなんだよな。問題が苦手なんだよな。
このタイマーがさずっとさここにいてくれたらいいのにさいなくなるんだよな。1、2、3、4、はい、どう、結構近くない？今まで一番いい5秒08で、これで、ね、逆に1000点満点じゃなかったらもう無理、諦める。頼むガチお願い。08だべ、やったきた、待ってた、ガチ待ってた、待ちきれないよ、いや待ちきれない、もう分かるよ気持ち、あっねえ、やった、え、やった、だってなんかもういつもより目輝いてね、やったナイス、待ってた、あすごいな、同じ方向進行してるよ、よかったな、うまいってこと、うわー食べたい、ちょっと今腹減ってるんだろうねきっと、食べたいな、うわーやったー、ガチ嬉しい、いや眠いがさ今飼ってたんだけどさ今一瞬で腹減ったわ、やったーナイス、いいよかったよかった、どうしよう、このままさ今さシンクロしてたからさ仲いいってことじゃん、いいねもらおうね、いいねもらおうね、頼むよお前たちマジで本当に、毎回思う、いいね欲しいんだったらマジ一緒に遊んでくれ、まずそっからだと最低ランク一緒に遊んでほしい、マジで同じ画角内でやっぱ映ってほしいから頼むよ、本当分かってるだろうな貴様ら、なんでもうそこで離れ離れなんだよ、でもね一応ねコツを掴んできたからだんだんこうやってギリギリまで寄せて遠くてもいいから2匹一緒に、やばい頑張れ頼むお前遊んでくれ、やばい、なんでだよ猫があんなに回転してたのに、お前遅いよスコープ使う、やばい今がチャンス頑張れ、やばい真ん中に集合するんだ頑張れ、スコープで2人とも遊ぶんだ、え2匹か、やばい頑張れ、やばい頑張れ、いいよ頑張れ、いいよ、ブランコで遊ぶんじゃないの、遅い早くこいつがスコープ使うのやめちゃうよ、やばいもう一回しゃがめいける、もう一回遊べ、もう一スクイくらい行くんだ、あーダメだ、なんでだ見てる見てる見てる、なんで見てたんだ、あおめえも質問いけばどう、ダメダメか、そうだよなダメだよな、そう簡単にうまくいくわけないよな、だよな、やばい、え今日2匹ともすすべていける、頑張れいける、あえそこでやべつまりいいけど、あ近い近い頑張れ、あそれなんでだ、ちょっと仲悪いな、どうなってんだよ、頑張れいける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 、あやべブランコじゃないの、ブランコじゃないの、あスコップ早い、やめるのが早い、なんでだ、遠いな、真反対ぐらいだな、こいつシーソーとブランコじゃねえ、あブランコじゃねえや、滑り台じゃねえ、どうしたお前何にもしてねえ、あ呼んでる呼んでる呼んでる、おいでこっちおいで、あそうそうそういいよ、チャンスタイム来たよ、オッケー任せて、あとは写真撮るだけだから任せて、でどのタイミング撮ったらいいんだろう、乗ったら、あちょっと怖いけどこの瞬間、今日ちょっと画角悪いな、やばいいける頑張ろうな、いけるいけるよ、ちょっとアップ目で撮ろう、あいいよいいよ、なんか楽しそう楽しそう、でも完全にこっち見てないもんね、カメラ目線とかあんのかな、ちょっと角度変える、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、お願いお願いちょっとだけ待って、あーもう一回やって、あオッケーオッケー、いや下手だな、やばいなダメだな、あーこれ以上もうプラスないのかな、一応右側ベース取ったか左側も取るか、あおい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 、なんでタイミング取らせてあげろ、もう取らせる気ないだろマジで、頼むお願い、待ってやばい時間がちょっとしかない、あの右上のタイマーが明らかになんかピンチだもん、へへ待って待って待って、どうしよう、やばい、あと2枚残ってんのにけど、全部多分取んなくてもいいと思うんだよな正直、でもなんかいいショットないよ、あやべ、いいよいいよ頑張れ頑張れ、いける、頼む、やばいやばい、もう2匹ともブランク取れよ、なんでだよ、なんで乗らねえんだよ、やばい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 、いやもうこれは仕方がない、一応なんか取るだけ取ってやろうと思って、仕方がない、もうこれは、はいはい、えなんか手当たったらなんか猫ちゃんって呼べた、えそんなのあんの、しまった、もっと早く知りたかった、しかももっとさあれだ、アップにすればよかった、ちょっと遠いな、けど学んだ、これで次回いい写真撮れるわ、分かったすぐ、あーしかもこれベストじゃねえかよ、やられた、そうだよな、2匹で一緒に撮る、2匹で遊ぶとかあったじゃん、3つあ違う2つしかなかったけどさっき3つあったもんね、やられた、これでもうちょいアップだったらな、あ右側の猫遠いもんね、くっそーやられた、でもいいわ学んだから、だから次回から呼ぼう、もうとにかく呼ぼう、けどさ呼びまくっていいのかな、だから多分写真タイム始まった瞬間に一旦めちゃめちゃ呼んでみるけど、そういうことじゃないのかな、けど遊んでるやつはさ普通だったじゃん、ということはさ遊んでる時に呼んだらこっち向くみたいなことなのかな、カメラ目線になるみたいな、どういうあれなんだろうな、なちゃんと分かってないかな、けどまあよかったね、あざす、お8000いった、やった、待ってた、そういうの待ってた、あざす、いやーガチ助かる、
よかったね。なんかいっぱいもらえた。表彰状をゆのさん。はい。え、何？あなたはなんとニャンスタを見てご褒美をたくさんゲットしました。え、自分がニャンスタ見たってこと？記念と凄さに表彰を送りますです。ありがとうございます。おーすげー、めっちゃ爽快しかも少女自分で作ったのかも知らないけど、今の気持ちを聞かせてくださいです。気持ち、あ、幸せ幸せ、いっぱいもらったんだ、にゃんさ楽しい、少女ありがとう。ありがとうじゃない、普通にもらったんだから。なかったら喜んでもらえたら、なんか幸せ、嬉しい、よかったねみたいな感じだろうけど、よかったね。グーたちもお祝いしたいです。お祝い好きな人っているよね、そういうと。ゆのさんがニャンスタをいっぱいしてくれるのは嬉しいですから。あー、オッケー、頑張る、今後も頑張っていくよ。本当にすごいのよ。あざす、あざす、頑張ります。いろんなニャンスタがあったね。まあ確かにな、それは確かに。どれもニャンダフルな思い出ですね。あー、いいことじゃないか、よかったね、おめでとう。ゆのさんとうーちゃんにニャンスタの面白さを教えてもらっちゃった。あー、まあどっちかというと右側の猫はなんかニャンスタ好きそうだったけど、ひねり猫はめっちゃそこまでって感じだったもんね。いっぱい見たいです。あー、そうだね、なんかしょぼいやつよりいいやつもいいもんな。あー、それでどうよかったな、おめでとう。いいことじゃないか。あー、これからも頑張っていこうな。次回エピソード見るか。面白かったな。というわけで、ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。